はい。小さい頃から中国料理が好きで、中国料理になるぞということで今までこうやってきたんですけども、まあ、その中で初めはやっぱり本場の中国、中国、台湾、いろんなところに行くんですけども、やっぱりそこで生まれてきた料理っていうのは、その気候風土、食材、その人々の営みの中で形成されているものが多くて、技術だけを日本に持ってきて、そのままの方法で日本のものと合わせてもなかなかうまくいかないなと。その時にやっぱり日本の気候風土、いろんな精神性、そこで流れている日本料理の歴史であったり、そういったものをまあすごく深く学ぶようになっていって、歴史をこう巻き戻して考えていた時に、ちょうど平安時代の末期ぐらいなんですけども、菅原道真さんという方が和魂関西という概念を打ち立てられたと、まあ、一言で言うと、中国から学んだもののエッセンスを抽出して、日本ならではのものを日本の自然気候風土、精神と調和させて作っていくんだという、その発想がすごく自分の中でしっくりきまして、それを撮影家はテーマに、和魂関西、和の魂と今の中国の漢の才能のそこを調和させる、ションとんスープを作る工程がありまして、まあ、本来はですね、鶏豚、そしてあと金華ハムっていう中国のハムがあるんですけども、そのハムを入れてコクと深みを出していくんですけども、今回は鶏肉、豚肉に液体塩麹をまとわせてマリネして、でそれをオーブンでゆっくり焼いていくことによって、金華ハムのようなものを作ってですね、それをベースにスープを取ると、もう調味料はその液体塩麹、そして白胡椒が少し、これで私たちシャンタンよりも美味しいスープができたかなと。あとはですね、やっぱお醤油、中国料理よく使うんですけども、そのお醤油を使わずして、この深みコクを出すことに成功したといいますか、液体塩麹がですね、中国料理の技法の中に、ついぴーという、鶏の皮とかをパリンと仕上げる、まさに北京ダックのような方法論があるんですけども、その下味に液体塩麹を使うことによって、より皮の強度がパリンと増したり、あとはその皮自体が美味しくなったり、そして中にあるお肉がさらにこうちょっと熟成感があるような旨味に変わったり、瞬間的にその味に変わるというですね、あとは炒め物、唐辛子と、あと辛さとの相性もすごいいいなと。特に熟成麹パウダーは辛さをマイルドにしつつも味わいを足していくというかですね、砂糖にもない塩にもない酢にもないような要素、まろやかな要素を持ってるなと。以前にですね、豚肉の焼き物でシューヨっていうお料理があるんですけどね、皮はバリッとこう焼き上げて、身の方はですね、まあ、保湿感があって脂身をくどく感じないっていう設計構造にするにはどうしたらいいかなって考えてる時に、塩麹がこうお肉を柔らかくしたり、脂身のこの脂っこさを緩和するっていう話を聞いたので、それで使い始めたのがきっかけですね。私自身このやっぱり塩麹に出会って、料理の幅がぐんとこう広がったというかですね、平面的ではなくて立体的な味を作り出せる調味料だなっていうふうに思いますので、またこの料理の世界の幅をですね、もっと彩り豊かなものにしていただければと思います。カブであったり大根であったり、そういったものを煮たり漬けたりするときにすごく相性はいいなと、なんでかなってやっぱり考えたら、基本的にはこの塩麹はお米ですよね。やっぱりお米、まあ、白い、まあ、お野菜だとして、そことそこが引き合うっていう部分は大きいのかなっていう。貝との相性はもちろん、その下にお米を敷いてあるんですけども、すごく相性はいいなと。あまり先のことは考えてなくてですね、いらっしゃった皆様に喜んでいただきたいですとか、その方のために何ができるかっていうところを、まあ一番頭の中はエネルギーを割いてるかなと、その連続でいい未来になっていくんだろうなというふうな発想ですね。